い、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。警告で青くかるりねずすぐすぐすぐあるるるじじじわ。そういうわけでいきましょい。なんか変な感じになっちゃったな。これも前のバージョンになっちゃうんですけどね、結構取り留めあるんですよ。あ、これはあれですね、確か朝一の闇ですね。同じ方ですね。はい。ただ私のデッキが変わってまして、一応ね、そう、動画のコメントでいただいたデッキを使ってみようと思いまして、5枚警告じゃない、5枚、ね、群雄恩義警告ですね。というわけで一応ね、そう、動画のコメントでねいただいたやつを試してみたいってことでね、使ってみたんですよね。で、かゆう、とうとん、ようし、ちんきと、まあ一応って言っちゃうと言葉悪いな。バランス的には、ただね、問題があって、私テーブル力の扱いがなんかすごい雑になってる気がするんですよね。昔むしろ3の時とかって結構武力依存ひどい環境、ひどいってちょっとあれなんですけど、があって、その時警告すげえ大変でね、その時はね、一生懸命ね、すごい丁寧にやってたんですけど、その辺がなんか4になってから活かせてない気がすごいするんですよね、私。せっかくそういった経験もあるのに、なぜ私はそれを活かせてないのかっていう感じなんで、容姿さんとチンティちゃんのね扱いが結構雑なんじゃないか私ってとこがあるんで、その辺はちょっとなんとかね、まあ逆にこれを使っていくことによって、そういうね、低武力低コストの、扱いがね、上がっていくって、おかしいな、うまくなっていくんじゃないかなと。で、お相手はね、まあ5枚の、馬単新速の方ですね。前回当たった方です。じゃあ行ってみましょう。まあね、5枚結構ウィズショックでは勝利したので負けられないかなっていうことで、ちょっとカユーのスタート位置があれなんだけど、あ、うまい、この迎撃は美味しい。これ槍出したいな。ちょっとヨースさん左にして、カユーの槍出せばよかったやん。てか果敢だな、随分果敢に行きますね私。ダメ、これは愚策やないですか。ちょっと、あー、でもチンチちゃんがサポートに入ったけど、カユーの槍を出したいよね、どっちかというと。あー、でもまあ長量に迎撃取れたからな、その分が確かにでかいんだけど、ただちょっとチンチちゃんちょっとね、甘いよね、甘々だよね。できればトートンを前に出して、ナイラン取れた、 OK、 でかい。これはもうとりあえずカユー戻して槍出そう。あー、やっぱ浅くない、深い。まだやっぱ浅出しっていうか、橋攻めの時の浅出しってできてないな。あー、惜しい惜しい。ジョコに対する槍一瞬でも出せたら迎撃取れたぞ。あれ、チンキちゃん頑張れ、オッケー、これは美味しい。これは美味しい。あー、でもさすがに無理だな、無理、頑張った。まあ最悪再起だな。あー、でもまあ相手が柵工場に来てたらちょっと考えたけど、相手こんだけやってくれるなら美味しいかな。割と結構個人的には嬉しい立ち回りをしてくれてるな。もっとやらしい立ち回りされたらいろいろとやべえと思ったんだけど、開幕もリテンとかこっち来てくれたからな、リテンがそのまま工場とか塗りとかしてきてたら私ちょっと結構やばかったなと。ヨースさん頑張りすぎないよ。ちょっとリテン倒したい、 OK。 でヨースさんそのまま塗り行こうか。で、トートンはお休みかな。そのまま右上グッて塗りに行こうか、ヨースさん。あー、じゃあ長女のケツを追いかけたいのね。ちょっとトートンは休んでいい。そう、右グーッて塗ってこう、グーッと、いいよ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 。で、カユーはもうちょっとね塗りをやりたいけど、まあそんなに前出しちゃうと守れなくなっちゃうから、あとは槍2枚構えてれば全然勝てるよねこれ。で、ヨウさんもそうね、右上も塗りに行こう、こっそりと。あー、気づかれてますね。さあ、ここはあとはあんま前出しすぎないで、多分あれは核が、あー、なるほど、立艦が来たのか、なるほど。まあ再起あるからね、上等。まあ槍2枚が食らってしまったのはちょっと NG だけど、まあ言うて立艦状態でも槍は出せるからね。あー、でもダメでした、さすがにやらせてくれないと、しょうがないね。
で、ヨウスさんどっちかというとそのまま塗り合っててよかったかな。下げすぎじゃない？ちょっとで、ちょっとトートンは乱戦しようか。サクサク守るために。あ、やったんだ。これいらないんじゃないかな、これ。てか、どっちかというとヨウスさん使いたかったね、ここね。うん、ヨウスさんが死ぬ前に。あ、いい、よかったね。核倒したかったのかな、俺。でも柵全然守れてないんですけど、乱戦しないと。で、相手が、増援か。いや、もうちょっとね、柵守れてれば話変わってくんだけどな。まあ、柵復活するための再起。まあ、ここで、まあ、実際、回遊出せば。ただちょっととうとうもうちょっと左行かな。確かにまあ今のこの計略使ってっから乱戦しちゃうともったいないはもったいないんだけど、柵、うん、そうだね、全力で柵守ってこの間に、あー、中入られちゃった、中入られちゃった、バカーン。ちょっときついな、挑戦守れないか、これ。これ逆にワンチャン挑戦にヨウスさん投げるの強いよちょっとでも多分カユーが範囲に入っちゃうかもしれないけど。あー、ダメだ、落ちちゃう。あー、もうちょっとうまくやれたな、これ。ただまあ逆にこれで相手ってほぼ全滅できるから。我が手及ばずか。まあ、ヨウスさん点取られないようにね。まあちょっとチンちゃん乱戦が過ぎるな。あ、バカ、今迎撃取れたやん。あー、ちょっと乱戦しすぎないで。カユウ攻めるな、攻めるね、そこまでする。浅出し、浅出しだよ。浅くない、あ、全然浅くない、全然浅くない。あ、やるのか、やるのか、やったーなるほどやらんで、ここまでせんでも2回目の舞とか舞とかやってもいいと思うよ、このカウントやったら。しかも突食らってる、欲張ったー。アホすぎますな。まあ一発行動取れたけど兵力ねえな。あ、落ちちゃうね。チンキちゃんがいればな、もうちょっと上手い回転劇とかを見せられたのに。まあ槍が2枚ともいない状況なんですけど、大丈夫ですか大丈夫ですか。ちょっとそういうとこだよ。巣立ちの時です。帰ってきた。これチンキちゃん早く出して。命を捨てたい者だけかかってこい。ワン迎撃っておかしいけど。あー、だめ、こんだけ軽いるとな、迎撃取りづらいな。あー、チンキちゃんが食われてしまった。バカーン、出すタイミング。気づけなかった。ひどいな、これは。ひどいな、これは。ひどい。大丈夫か、これ大丈夫か。すごい雑なんですけど。まあ、とりあえず左はトートンで潜ってケアして、潜って潜って、ちゃんと潜って、いいよいいよ。はいはい、回遊帰ってきて、じゃ回遊縄文ね。はいはいはい。で、その間挑戦が時間を稼ぐ。はい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 。これは問題ないね。トートンちゃんと潜ろう、トートンちゃんと潜ろう。オッケー、とりあえず倒したからそのまま城入れちゃっていいかな。で、回遊がまた例によってやるか、やるか、やるのか。やった、押せー、全部押せー。あ、しかも半径だまあこれはいいかな。うん、半径を誘った。もう突くらってからとか意味がわからんけどね、本当にね。トートン横読み。この間に挑戦塗っててもよかったかもね。むしろどっちかでトートンっていうか挑戦が横読みやってるっていうね。まあまあまあ負けはしないだろうけど、ちょっと雑だな。雑雑、俺もまだまだ。すごい雑。なんか巣立ちの時です。もうさあ塗りを止めましょう。ああ、これチンちゃん迎撃取れたよ。もう挑戦下げるの遅すぎ。ああ、やっぱ工場が深いんだよな。もっと浅くていいんだよな、工場がね。そういうとこよね。まだそういうとこの意識が甘いよね。なるほどねって感じですね。うーん、浅出しをもっとね、せっかく教えてもらったのに全然活かせてない。うん、槍だけじゃなくても他も浅出ししないとね。というわけでいきましょう。本戦、来い来い。
正解です。いやー、一度勝った相手だからってちょっと油断が過ぎてるのか、ちょっとね雑ですね。これもだから相手がやあれだけど、カユ攻めちゃうのってとこだよね。でもこれだからこの経験があったからかな、割とねこういうプレイングをしてボロ負けになったことがあった気がするんだよね、このデッキ。そしてやっぱり1コストの扱いはまだまだ、これは美味しかったけどね、確かに。これヨースさんすぐ左に下げて迎撃取りに行かないともったいないよね。確かにね、あのね核の警戒はあったよ、あったけど迎撃取れるなら取っちゃっていいと思う。多分取れたでしょう。でこの辺はね確かにねヨースさんとチンキちゃんであのね核を掘ろうとしてる作業が目には見えるんだけど、ちょっとねどうなんだろうってとこはありますよね。やっぱ簡単に死なせちゃうのはもったいない。ここはねちょっとチンキちゃんを生かせるために、まあ工場取れたけど、でここではねリテンがこっち来てくれたんだよね。このままリテンがここ工場なりここら辺グワーって塗り替えされるのが結構一番嫌なんで、こっち側に来てくれたのはすげえありがてえってのはあるかな。ね、ここね一瞬だけど死ぬ前に迎撃取れたかもしれないよ。でこれチンキちゃん迎撃取ったんだよね、頑張ったね。まあ、ただここは柵を全力で守りに行きたいところだけれど、これちょっとトータン歩かせすぎだよね。チンキちゃんじゃなくてヨースさんが塗りをやっていくと、トートンちょっとね、トートン迷いがあったもんね、これね。これもすぐ城でよかった。これこの辺で誘っといて、その後こっちこうさりげなく塗りに行くぐらいやりたかったな。その後帰っちゃったよね、俺確か。止まっちゃったしね。止まっちゃうってなんやねんって感じだけどね。これは相手のね、企みがあったよね。これはね、気づかないとダメだよね。その後迎撃も取れないと。これこそ逆に大車輪だったんじゃない、これなんかね。ああでもな、知力下がってっからな、ないか。一瞬考えたけどやめたんだよね。ここも甘いよね。もう再起叩く気満々で、もう乱戦しとかないとダメだよね、トートンが。てかよく見たらこれヨースさん生きてんじゃん。これは各同行とか、これはヨースさんでよかったんじゃない。ヨースさんでね、単純にトートンを14とかにしとけば、トートン乱戦だけで全然守れたんじゃないこれ。はははって感じですね。こんな感じで死なせちゃうんだったら、いやーないな、ないですね。じゃあ乱戦もっとしないと。こっちだからちょっとね甘々だよね。で結局抜かれちゃうしね。これはひどい。こういう辺下手くそですね。ど下手ですね。もうしかもやっぱりちょっと1コストの扱いが雑というか、まあ、チェンキちゃんちょっとね前ですぎてね、ちょっと下げてやり出さないと。これだと乱戦されて終わっちゃうよ。でもこれ迎撃取ってねえし、しかもこれなんか何これ一瞬何これ突撃だった、衝撃か、衝撃で迎撃になんなかったのか。でここね突くらってから、ギリギリまで確かに引きつけないと。これ引きつけたつもりなんだけど、確かにこの瞬間突撃入ってないんだよね。ただ大車輪って即出るんじゃなくて、多分出るまでにラグがあるのかね。ちょっと引きつけすぎだね。てかここまでやらんでいいかなって感じだけどね。で結局槍失ってるからね、その後結局こんだけ攻められちゃうから槍がいねえから。アホーみたいな感じですよね。アホすぎるわ。いいからリードを取ったからってもうちょっと槍はあったでしょ。カユすぐ下げないとね、ここも。ちょっと潜らせないとダメだよね。これは槍出せないから、で、凸もらってからやって、まあ、半径はあったけれど、どしかしみたいな。雑。巣立ちの時です。まだまだって感じですね。ここも甘い。これは、挑戦下げたら迎撃取れたよ。
ですね。まあね、結構イエスってところはあるけど、結構相手の方に助けられてる勝利って感じだからね、まだまだベストは尽くせてない感じだね。その辺はやっぱりちょっとね、練習していかないと。ただまあ一応新速に対する苦手意識っていうのは結構減ってきた感じはあるかな。ちゃんと槍構えながらやっていけばいいし、結局やっぱ馬ってね、柵壊しづらいから、なんかしっかりと柵キープしていけば騎馬単は結構なんとかなるかなっていう印象かな。槍構えながら、うん、やって、オーラをまとわせずにとね、槍構えながら、あとは攻武力になれる武将を構えて乱戦して、柵をしっかり守れていけば姫も守れるってことで、だから姫が間接的に落ちることでそうそうないからね、馬相手に。まあ呂布は別やけどって感じですね。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。